会社の合計の売上と利益は把握しているけれど、商品ごとの粗利を把握できない。お客様からいただいている注文数と今後の見込みのオーダー数に対して、今発注している商品は足りてるんだろうか、もっと効率よく在庫を管理できないだろうか、これらはタイで働き始めた日本人の方からよく上がる販売管理の課題です。このウェビナーではタイの商社卸業様でよく見られる業務上の課題を挙げながら、それらの課題解決事例を複数紹介します。海外企業との取引があり、外貨の管理が必要だが、為替の換算をよく間違ってしまう。輸出入の手続きのための伝票作成を Excel で行っているが、もっと効率よくできないだろうか。長期滞留在庫をもっと簡単に調べられないだろうか。余震管理を徹底したいが、どうしたらいいだろう。こうした課題への解決事例を具体的に解説します。また業務改善に取り組みしようとすると、それに反対する社内の声も上がってきます。なぜ新しいシステムを導入しなければならないのか。今だってちゃんと仕事できてるじゃないですか。こうした反対する人を説得し、主体的に取り組んでもらうようにするにはどうしたらいいのか、業務改善の進め方の提案まで話していきます。